しろです。今日はですね、また近所にあるグリーンスポーツセンターというところに来てまいります。今日めっちゃ雪が降ってですね、大変です、ほんま。さて、今日着用しているのはボストンハードコアデスビフォーディスオーナーのプロオーバーパーカー。バックのライブフォトがかなりやばい。そしてキャップ、マキシマムペナルティのキャップ、ニューエラ風でですね、こうバックに何もなくてかっこいいですね。今日はこんな感じなんですけども、雨と雪でほんま寒いです。ここはですね、山の高台にあるアスレチックなんですけども、なんかトム・ソーヤが住みそうな、こう聞いてできた家みたいなあったりですね。中学校高校の青春時代はかなりお世話になった場所です。景色もやばいですよね。こんな感じです。一番奥の山のふもとにあるのが僕の家でですね、まあ徒歩5分ぐらいで来れるんですけど、まあ近場にこういうとこがあってですね、田舎ならでは、田舎に住んでてよかったなと思う瞬間ですね。まあ今日はこんな感じで終わります。ではまた来週お楽しみに。川内野でした。